山本周五郎作、季節のない町より、枯れた木。平さんは一人者で、手作りの小屋に住んでいる。古い材木の柱を四本立て、周りに古板を打ち付け、屋根も古板の上へ古途端を張ったものだ。出入り口は開き戸だが、 体をかがめなければならないほど小さく、南側に1メートル四方ばかりの窓が一つ。それも手作りで、曇りガラスがはめてあった。人の住んでいる家は生きているように見えるものだ。住んでいる人によっては、その家が性格を備えているように見える場合さえ少なくない。平さんの小屋は、 平さんの手作りだから、最も単純に彼の性格を表しているはずである。そのはずであるのに、小屋は全く無性格で、いささかの特徴もなく、古材木と古板を寄せ集めた小屋という以外には、何らの意味も風情も感じられなかった。こういう町の住人たちは、その貧しい住居のどこかを、 何かの形で飾ろうとする。釣りぶを釣るとか、欠けた鉢で朝顔を育てるとか、軒先のわずかな地面に草花を植えるとか、または朽ちかかったような自分の住居の柱や敷居を吹き磨きしたり、はめ板や戸袋を飽きずに水洗いするとか、その人その人の美的感覚と交渉によって、それらから 謙遜な慰安とくつろぎを得ているようであった。兵さんはそんなことはしなかった。そこはどの長屋からも離れていて、周りは不毛の空き地であり、地面は砕けた瓦や瀬戸物やコークス柄などで覆われているため、草も満足には生えないし、兵さんの足でできた踏みつけ道が、道とも言えないほどかすかに、 その空き地を横切っているだけであった。小屋の窓の外に一本、高さ一メートルばかりの細い枯れ木が立っているが、枯れてから幾年も経つのだろう。今では何の木であるかもわからなかった。平さんの小屋とその周囲には生命というものが感じられなかった。そこに見られるのは、 人に帰り見られなくなった後輩ではなく、不毛と彼氏そのもののようであった。平さんは誰とも付き合わず、日常の挨拶もほとんどしなかった。本当の名も年もわからない。見たところ、五十歳から六十歳の間らしいが、時によると七十近い老人のように、 力なくやつれて見えることもあった。体は小柄で痩せているけれども、筋肉は引き締まって、日に焼けた皮膚にも艶があり、いかにも健康そうだし、眉の濃い細表の顔もよく見るとなかなか品があった。若い頃はきっといい男ぶりだったろうね、と神さんたちは言い合った。 今だって捨てたもんじゃないだろう。この間誰かさんが夜中に入い込んでったっていう話じゃないか。生つばの出るような話じゃないの。誰かさんって誰よ。およしよ、お吉さん。言い出しっぺってこと知らないの言い出しっぺと言われたかみさんは、ふんと鼻を鳴らし、それからすました顔で続けた。 誰かさんは誰かさんさ。こう言えばご本人にはわかるだろう。自分たちで思い当たらないんなら他人のことで気をもむんじゃないよ。それはいいけどさ、肝心なことはうまくいったのかいほんとか嘘かわからないけどもね。平さんは小屋の中でろうそくをとぼして座ってたって。目が落ちくぼみ、頬がこけて。 とぼしいろうそくの火が揺れると、その顔が骸骨のように見えた。そうして入っていった女を見た彼は、低いしゃがれ声で、お嬢か、と言った。それは墓の下からでも聞こえてくるような声で、女は骨の凍るほどそうけ立ち、そのまま夢中で外へ飛び出したという。 嘘かほんとか知らないけどねその道にかけちゃうでっこきのだれかさんだしねらってものにしなかったためしのない人だから案外そのとおりかもしれないよお蝶ってだれだろう。このながやうちのどこかにいるかもしれないねそれともわかれたかしんだかしたもとのおかみさんかもしれないしねこういううわさばなしが ヘイさんの耳に届いたかどうかはわからない。彼は石のように無口で、そっけなく、頑固に自分の孤独を守っていた。ヘイさんの商売はマットレスを作って売ることだった。廃品回収業者の建場から、ボロ布を買ってくる。小屋の外にレンガと石で組んだ即席かまどがあり、煮炊きをするようになっているが、 そこに石油缶をかけ、買ってきたボロ布を入れて煮る。油や汚れを落とすのだろう。煮上げたボロは火に干した上、2センチ幅くらいに咲き、それをよって自分で工作したらしい原始的な織機にかけ、丹念にマットレスを編み上げる。風呂場の足拭きとか火鉢の下敷きくらいのようにしかならないのだろうが、 丹念にしっかりと編み上げるから、平さんの品は好評で、かなり得意も多いようであった。平さんは無口で、近所付き合いもせず、日常の挨拶もしないことはすでに記した。もっともそれまでに一人だけ、ときたま訪ねる知人があった。ボス猫の虎の飼い主である半助がその相手だが、 尋ねて行ってもあまり話はしなかった。半助は臆病で気の弱そうな、絶えず人に殴られるのを恐れているような男であり、これまた人嫌いで、飼い猫の虎にだけはものを言うけれども、人間とは口を聞きたがらない性分だったから、平さんと二人では話のはずみようがないのだ。平さんが尋ねて行って、半日くらい座っていても、 話し声はほとんど聞こえない。と、北まどちらかが、今日は天気がいいなと言えば、うん、よく晴れたなと片方が答える。かなり時間がたち、もう忘れた頃になって、世間の景気は相変わらずだなと片方が言えば、相変わらずだと一方が答え、それっきり声は途絶えるという風であった。 そのうちに、その半助もいなくなった。半助は人に連れ去られたのである。連れ去ったのは刑事だとも言うし、半助がイカマ祭を作っていたため、プロの賭博者たちがさらっていったのだとも言われた。どちらにもせよ、平さんはたった一人の友達とも言えないだろうが、ともかくただ一人の知人を失い、 また自分一人の暮らしに戻った。朝早く、平さんは小屋から出ると、手拭いを入れた洗面器とフルバケツを持って水道端へ行き、顔を洗い、バケツに水を汲んで帰ると、次にみかん箱の一つから米、他の一つから麦を量り出して、乳夢の鍋へ入れ、もう一つのバケツと一緒に持って水道端へ行く。 米を研ぎ、水を汲んで小屋へ戻り、飯を炊きにかかる。この町の住人は、その日稼ぎが多いので、皆朝は早いから、水道端には大抵人が来ていて、中には兵さんに呼びかけるものもあるが、彼は生返事をするばかりで相手にならない。いつか気の荒い男が怒って、挨拶ぐらいしろと怒鳴りつけた。 兵さんは静かに向き直って、その男の目を見つめた。男は突っかかってゆく気だったらしく、拳を握って前へ一歩出たが、兵さんの動かない目と仮面のように無表情な顔を見て、後ろへ下がり、そっぽを向きざま何か捨て台詞を言い、急いでその場を去っていった。機微が悪いのなのって。 あいつの目は生きた人間の目じゃねえぜ。ありゃおめえ、死んだん人の目だ。ほらかけてもいいが、あいつの体に流れてる血は氷みてえに冷てえぜ、きっと。平さんは三度の飯に漬物と味噌しか食べない。味噌は買うが、漬物は自分で漬ける。 しかも醤油だる五つに、それぞれ違ったものを違った方法でつけ、年中絶やすことがなかった。ボロ布を買いに出かけるときは、大きな麻の袋を持っていく。そして、小屋の窓は中から、開き戸は外からと鍵をかける。この町で戸締まりをする家は、他に二軒しかないし、その二軒は戸締まりをするために、 何か後ろ暗いことをしているのだろうとそしられ、幾度か家の中を荒らされたものだ。続めて言えば、ここの住人たちにとって、家に戸締まりをしなければならないようなものを持っているということは、道義に反するからである。平さんの小屋も幾度か襲われたが、開き戸も窓も開かなかった。どういう工夫がしてあるのか、 いろいろと攻撃したようだが、一度も成功しなかった。もとよりいたずら半分の仕事なので、小屋を打ち壊すほどの乱暴はしなかったし、やがて、平さんが大切にしているのは、五個の漬物だるだということが分かってからは、もう誰も関心を持つ者はいなくなった。兵さんはこれらのことを知っていたであろうか、それとも、全く缶づきもしなかったろうか。 いずれにせよ、彼の様子は少しも変わらなかった。彼はいつも動いていた。働いているというのではなく、動いているという感じであった。大きな麻袋を背負って帰ると、中のボロ布を出して寄り分け、即席かまどに火を焚いて石油管の湯を沸かし、粉シャボンを混ぜて寄り分けたボロ布を入れ、 木の枝でかき回しながら煮る。よそ見をすることもなし、鼻歌とか独り言をつぶやくこともない。必要に応じて体や手足が動作するだけで、意志の働きとか感情の表れというようなものは少しも見られなかった。小屋の南側に2本の杉丸太を立て、浅縄を三段に張った干し場がある。 ヘさんは煮上げたボロ布を水道端で水洗いすると、その干し場へかけてボロ布を干す。顔は無表情であり、目も二つの穴のようにうつろだった。干したボロ布を一枚ずつ手で広げながら、その目はボロ布をも浅縄をも見てはいないようだ。空洞が何も見ていないように、ヘさんの目は いつも何も見ていないように感じられた。平さんのマットレスは評判がいいんだって、上得意があって注文が間に合わないんだってさ。かみさんたちのおしゃべりパーティーではたびたびそんな噂が出た。よっぽど貯め込んでるんだよきっと。何のためだかそう、り人物で見寄りもなさそうなのに貯めたってどうしようもないじゃないか。 何が楽しみで生きてるんだろう。映画を見に行くじゃなし、ラジオを買うじゃなし、それとも隠れてパンスケにでも入れあげてるんかしら。この長やうちにはいつでも御用を足したがってるものが山といるのにさ。ある年の十一月、五十がらみと見える一人の女が、小さな風呂敷包みを抱えて、兵さんの小屋へ現れた。 女はほっそりと小柄で顔もちまちまとしていた。肌は白く髪の毛や眉は真っ黒で濃くつまんだような小さい唇はしっとりと赤かった。年は五十がらみらしいが全体の感じはずっと若々しくいくらかなまめいてさえ見えた。兵さんが留守だったので女は小屋の外で待っていた。 彼女は小屋の周囲を回ってみたり、閉めた窓の外に立っている枯れた木を眺め、その枝に触ってみたりした上、はめ板に背を持たれ、しゃがんでそっと目をつむった。ここはどの長屋からも離れているから、口うるさい人の目につく心配はなかった。野良犬が二度ばかり通りかかったが、彼女を見ただけで、何の関心も示さずに去っていた。 二時間ほど待ったとき、兵さんが帰ってきた。ぼんやりしていたらしい女は、小屋の戸を開ける物音を聞きつけるなり、急に息の止まったような顔で立ち上がった。白いきれいな女の顔がさっとこわばり、それがはけで塗るように赤くなった。一度止まった呼吸が次第に荒くなって、小さな包みを抱えた手に力が入った。 女が開き戸を開けると、平さんはこちらへ背を向けて、フルガイを脱いでいた。女は開き戸を閉めてから、あたしです、とつぶやくように言った。平さんは街灯の片袖を脱ぎかけたまま振り返った。女は包みを胸に押しつけ、それで身を守ろうとでもするような格好でお辞儀をした。 女を見る鋭さんの目が動かなくなり、女の表情が変わった。色の白い、ちんまりとした顔から、静かに赤みが消えてゆき、若々しく生めいて見えたのが、冷たく乾いて、見る間にしぼみあがるように感じられた。鋭さんは何も言わず、向き直って街灯を脱ぎ、くたびれた茶色のピケ帽を脱いで、 板の前へ上がった。女はそっと土間の中を見回した。洗面器や粉シャボンの缶や何かの瓶の並んだ台の下にバケツが2つありその台の反対側に低く棚がつってあってそこには食器を入れたかごや安全カミソリやシャボンの箱などがきちんと置かれてい,い下の段にはみかん箱が3つと。 入夢の鍋などがあった。女は包みを板の間の端に置き、その中からしごきを出してたすきにかけると、二つのバケツを調べ、空になっている一つを下げて小屋の外へ出て行った。そして女はそのまま小屋に着ついた。兵さんは女に口もきかず、目を向けようともしなかった。 それは、女の存在を無視するというのではなく、彼女が来たことも、同じ小屋にいることも、全然現実ではないかのようであった。女は水を汲み、飯ごしらえをし、掃除も洗濯もし、買い物もした。平さんは、彼女の炊いた飯を食べるし、洗濯してくれたものを着、飲べてくれたヤグで寝た。これらは、 いつものただ動いているという感じのもので、飯を食べる時でさえ、飯を食べるという意識なしに、箸を使い、物を噛み、それを飲み込んでいるという動作があるだけのようであった。平さんの生活は少しも変わらなかった。ボロ布を買いに行き、それを石油缶で煮て干し、裂いてマットレスを編む。 女がそばから手伝おうとすれば黙って女のしたいようにさせる。その品が好評なのは、兵さんの丹念な仕事ぶりにあるので、それには彼が情熱をつぎ込み、他の者には手も触れさせないだろうと、一応誰でも考えるところであるが、兵さんにはそんな気持ちはないようで、女が手を出せばそれを女に任せ。 自分は次の仕事にかかるのであった。いくまいか編み上がると、兵さんはそれを包んで売りに出かける。後に残った女は休もうともせず、小屋の中を片づけたり、小屋の周囲をきれいに履いたり、地面に散らばっている瓦や瀬戸物のかけらを拾って捨てに行ったりした。女が、 平さんの小屋に着いたことは、すぐ近所の人たちに見つけられた。はじめ水道端で見かけたときは、新しく移ってきた人だと思い、こんなところに住むような人柄ではないとか、かわいい顔をしているとか、小さくて軽そうなあの体つきを見ると、女のあたしでも抱いてあやしてやりたくなるなどと、みさんたちは言い合った。しかし、それは二日ばかりのことで、 すぐに事実がわかると、かみさんたちの票は逆転した。驚いたね。お仕掛け女房だってさ。いい年をしてなんてこったろ。へいさんもへいさんだ。あんなおばあちゃんに入れあげてたとは思わなかったよ。あの顔つきをみな。あの体つきをみな。と、あるかみさんは言った。 私の昔よく知ってた人にああいうふうな人がいたけれどさあれは人並み外れて色深い性分だよきっと50になっても60になっても体は色盛りでちっとも衰えないっていう口さよく見てればわかるよそれだもんであんた大体あやしてやりたいなんて言ったんだねいやらしいへえいやらしいって そのみさんは反問した。お前さん知ってるのかい意味は違うが彼らは知らないのだ。平さんの小屋ではみさんたちの想像するようなことは何も起こらなかった。晩飯が済むと平さんは少し食休みをした後、およそ十時頃までマットレスを編む。必要があるからではなく時間つぶしのようで、 仕事はあまりはかどらない。ろうそくの火で目が疲れ、涙が出てくるようになると、折り機を片付けて寝る。女は後始末をし、兵さんの脇で薄い布団一枚にくるまって横になる。無論ろうそくは消してしまうから、月夜でない限り、小屋の中は真っ暗になる。兵さんは時々寝返りを打つが、 いいびきをかくようななこともめったにないそしてやがて女がすすり泣きを始めるのだ草原を風が吹き渡るようなひそかな声ですすり泣き喉に何か詰まってでもいるようなかすれたささやき声で途切れ途切れに話し出すのであった「店の方はうまくいってます」。 婿がよく働いてくれますから」とある夜は言った「よくできた婿で私にもよくしてくれます」「今でもあなたの話が出るとうちへ来てもらおう」って言うんです「私どうしたらいいの?」とある夜は言った「家つき娘に生まれて わがままいっぱいに育ったから罪なことも罪だとは知らなかったんです特別に好きだからあの人とそうなったんでもなし産んだのがあの人の子だということも自分ではよく分からなかったんですそれだけは信じてもらいたいんです平さんは身動きもしなかったあなたが こんなになってしまってもう二十五年以上にもなるのにあたしはどうしたらいいんでしょうまたあるよ彼女は細く突き詰めた声で訴えたあなたも苦しい思いをしたでしょうけれどもあたしも随分つらい思いの指導しでした亡くなった母はあなたに申し訳がないと 死ぬまであたしを許してくれなかったし、母が亡くなった後は、自分で自分を責めたり憎んだりしてきたんです。これらの言葉は、幾十たびとなく繰り返して覚えたセリフのように、順序よくスラスラと語られるのであった。苦しいとか、辛いとか、死ぬまで許されなかったとか、自分を憎んだなどという、 強い意味のある言葉があまりによどみなく語られるためその強い意味を失ってしらじらと平凡な感じしか与えないようであった人殺しのような重い罪を犯したものでも事情によって苦役が終われば許してもらえるって言うじゃありませんかある夜はそう言ったもしも こうすればあなたの気が済むということがあったら、そう言ってください。あたし、どんなことでもしますから。平さんは何を言われても答えなかった。女の嘆きや訴えを無視するのではなく、その声が全く聞こえないかのように。それはちょうどしきりに吹く風の中にあって。 石がその風といささかの関わりもないのと似ているようでもあった。女は兵さんの小屋に十二日いたが、十二日目の夕方に去った。その日、マットレスを売りに出た兵さんが帰ってくると、女は小さな風呂敷包みを膝の上に乗せ、小屋の中で板の間の端に腰をかけていた。冬の日の午後四時すぎ。 小飼いもたそがれているし小屋の中はもっと暗く肩をすぼめた女の小柄な姿はその深い暗がりの中で今にも消えてしまいそうに見えた。平さんはいつものとおり外套を脱ぎピケボを脱いで女の脇から板の前へ上がった。女はうなだれたまま土間の土を見ていた。ちまちまとした顔は白っぽく乾いて 縮んだように見え、膝の上にある両手も灰色にしわ立って、指先は力なく垂れていた。彼女は何かを待っているのだろうか。後ろでは、兵さんの動き回る物音がしている。今になってもまだ、兵さんが何か言ってくれるだろうと期待しているのであろうか。そうではないらしい。 女はやがて右手を上げて髪に触り細い力のないため息をついた「どうしてもだめなんですか?」と女は言った声はささやくように低くそして喉に絡まってかすれた「勘弁してはもらえないんですか?」兵さんは土間へ降り 棚にある乳ムの鍋を開けてみた。それは空であった。女は飯を炊かなかったのだ。空っぽの鍋を見た兵さんはすぐに米と麦を量り始めた。女が今日に限って飯を炊かなかったということにも気づかず、これまでずっと自分でしてきたことを今も変わらずにやっているのだというふうな極めて自然な 慣れきった手順で、二つのみかん箱から米と麦を定量ずつ量って鍋へ入れ、それを持って彼は小屋から出ていった。女は平さんを見なかった。平さんが水道ばたへ半分くらい行ったと思われる自分、膝の上の小さな包みを持って、疲れ果てた人のように立ち上がり、 小屋の中をぐるっと眺め回した。すっかり神経をすり減らして感情の動かなくなったような目つきであった女は不決断に小屋をで開き戸を閉めた空にはわずかに残暑をうつした雲がありそれが地上の暗さを際立てていた女は小屋を回って窓の外に立っている 枯れ木のところへ行った。そして片手でその木の枝に触り、口の中でそっとつぶやいた。そうよ、きっとこれはグミの木だったのよ。グミの木は枯れてもグミの木だというのではなくて、枯れてしまえばもう何の木でもないというようなはかなげな口ぶりであった。そうして、 女は身を縮めるようにして去っていった。水道旗にはかみさんたちが三人いて、兵さんが来たのを見るとみんな急に口をつぐんだ。兵さんは黙って鍋の中の米を洗った。水を三度取り替えながら米と麦を手でもむように洗い、それから水加減をすると黙ったままそこを去った。 どうしたんだろかみさんのひとりがへいさんの遠ざかるのを待っていった「めずらしいじゃないか自分で米とぎに来るなんてあの女の人病気にでもなったのかねそうかもしれないね」とほかのひとりが言った「けんちゃんとだれかさんの話じゃ毎晩のようにあの女の泣き声が聞こえてた」って言うからね。 またケンちゃんか。あの人の聞きに行くも悪い病さ。あんたも聞かれたくみかえ。昔がたりさ。もうこの年になっちゃそんなせいはありゃしないよ。平さんの小屋の外で即席かまどに火が燃え出した。夕酔いの中に青白い煙が広がってまもなく 赤い炎が鍋の底をなめながらゆっくりと周囲に明るみを広げそこにしゃがんでいる兵さんの反面を浮き彫りにした兵さんの顔は固く無表情で瞳孔の三大したような目は何を見るともなく前方に広がる暗い空間を見守っていたかまどの火が揺れると兵さんの顔もゆらゆら動くように見えるが その表情は少しも変わらなかった。風が少し強くなり、かまどのたきぎがいぶり出した。平さんはたきぎの具合を直し、煙にむせながら、二三本の木切れを取って、火の中へ加えた。